Z マーク使わないで、刑事責任も、キルギス、ロシアと軍事同盟を結ぶキルギスの国家安全保障委員会は21日、ロシアのウクライナ侵攻への指示を示す、Z マークを使わないよう市民に呼びかけた、刑事責任を問われる可能性もあるとしている、同意委員会は旧ソ連の対独戦勝記念日にあたる5月9日を前に、Z マークは、 民族間の憎悪を煽る恐れがあるとして、パレードの衣装に使わないようレンタル業界に要請した市民に対しても、パレードで、Z に関連した気象をつけないよう呼びかけた、信頼できる世論調査のデータはないが、キルギスや隣国カザフスタンのようなロシア系住民やロシア語魔者が相当数いる国では、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐって世論が二分しているとされる、 イスラム教徒が多数派を占める中央アジア5カ国、キルギス、カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタンにとってロシアは貿易面でも安全保障面でも重要なパートナーであり、いずれの国もウクライナ侵攻を直接避難していない。キルギスは今月、費用を理由に対独戦勝記念パレードを実施しないと発表していた。